Now the fifth ranking skater will show us her real talent. She's from Uzbekistan. Please welcome Tatiana Malinina. 続きまして、現在ランキング第5位、ウズベキスタンのタチアナ・マリニナさんです。ラウンド1が終わって、第5位、ウズベキスタン、タチアナ・マリニナ。彼女も2年前、このグランプリファイナルで優勝した経験があります。ただその後、左足を手術しました。マラゲーニャです。昨日のショートプログラムは第6位で遅れましたが、今日午後のラウンド1のフリーでは第5位。高い。高さがあって非常に素晴らしかったと思います。これもシャープでした。なかなかいい滑り出しだと思います。ジャンプ2つ決めています。すぐりさんがファイナルに出場した2年前、彼女が優勝してるんですね。はい、そうです。その時はどんな意味でしたか。本当にその時は勢いがありまして、本当に素晴らしかったです。あのシーズンは彼女にとってベストシーズンでしたよね。そうですね。 NHK 杯でも勝ちました。ちょっと軸がぶれています。その後左足を手術して、そしてコーチが亡くなるというアクシデントもありましたが、乗り越えてカムバック。やはり自分のコーチが亡くなるというのは精神的にすごく大変だったと思います。そうでしょうね。このスピンのうまさ、速さには定評があります。女子の選手は今日2回フリープログラムを行っているということで、やはりこの2回目のフリーはかなり体力的にも大変だと思います。そうでしょうね。すぐりさん2年前に出場した時はまだこういうシステムじゃなかったわけですね。そうですね、はい、普通にショートプログラムとフリーを一つずつ。はい、支えました。この手の指の使い方です。ここから後半にかけて頑張っていただきたいと思います。ステップ注目です。フィニッシュに入っていきます。スピードが落ちなければいいんですが、非常に背中のラインが綺麗だと思います。はい、高速スピン。ウズベキスタン、タチアナ・マリニナ。出だしのジャンプは非常にいい形で入っていったんですがね。そうですね、何箇所かミスはありましたけれども、ええ、1回目のフリープログラムよりも非常に勢いがあったと思います。はい、
あの時はミスで少しこう自滅の形になってしまいました。ご覧いただきましょう。これは軸が完全にこうバラバラでしたね。そうですね、ちょっと飛び急いでしまったというところがあるような気がします。はい。それから今度はこちら、後半のトリプルトーループジャンプですね。でここはコンビネーションでした。はい。スピンは綺麗ですよね。日本語の挨拶もできるっていうふうに伺いましたが、はい、よくおはようございますとか、はい、こんばんはとか私に教えてくれとせがんでおりました。そうですか。はい。こうして先に滑り終えましたソコロワと今キスをしたところです。7歳年上のそのマリニナが戻ってきたところで得点が出ます。テクニカルメリット技術点が 5.5 最高、あとは 5.3 と 5.4 でプレゼンテーションどうでしょう。こちら 5.5、 5.4 が並びました。マリニナ5位確定です。5位がマリニナ、6位がソコロワです。And as a result